おはようございます、黒みつばです。ということで本日はですね、ウォッカの重心化の方が発表されましたので、こちらについて、解説していこうかなと思います。いやでも先週のローレライに続いてね、またも強友情のね砲撃型が出たということで、個人的にはめちゃくちゃ嬉しいです。ということで早速紹介していこうかなと思います。まあステータスの方がこんな感じですね。で皆さん多分気になってると思うのが、先週出たローレライとの比較だと思うんですけど、まあ、今回はせっかくなんでローレライと比較して話していこうかなと思います。まずはアビリティですね。ローレライがマインスイーパーとアンチワープだったのに対して、このウォッカはマインスイーパー M とカウンターキラーを持ってます。でこのカウンターキラーが友情コンボにも乗ってきますし、もちろん直殴りにもかかってきます。でストライクショットの方が大幅に変更されてます。今までは30ターンのメテオだったんですけど、そちらがですね、自強化プラス弱点ヒット時に大ダメージという、まあ、アタッカーとしてのスペックをさらに上げてくれる SS がついてます。でなおかつニュース内でステータスの方がかなり上がっているという情報もありましたので、まあ神化ウォッカのねこの星5みたいなステータスからは卒業できるということになっております。まあ本当に攻撃力がめっちゃ上がってくれれば、まあアタッカーとしても使えるので、かなりそこは期待したいですね。で友情コンボに関してなんですけど、ここはね残念ながらローレライの方が圧倒的に上かなと思います。まあもちろんそのカウンターキラーを持っているので、カウンターキラーを乗った場合も一応計算してみたんですけど、総威力ではこの調教メテオの部分で、ローレライの場合は超氷塊っていうまた別の友情コンボがついているので、まあ、カウンターキラーが乗ったとしてもローレライの方が若干上になってます。まあ、ただ比較対象が今ね最強の友情コンボを持っていると言っても過言じゃないローレライが相手なので、まあそこは全然ね悲観することないと思います。まあ正直攻撃力がどこまで上がるかによって評価はかなりブレてくるかなと思うんですけど、まあ本当にローレライの場合は友情に100突っ込んだみたいな、もう友情しか考えてないクソ脳筋キャラなんですけど、で一方ウォッカの場合は友情コンボももちろんかなり強くなってるんですけど、それ以外の SS だったりとかアビリティの部分、あとはステータスのことも考えると、まあ友情に75ぐらい突っ込んでね、アタッカーとしても25働けるっていう形になってるのかなと思います。まあなので本当に全振りしたような感じが好きなね自分みたいなタイプは多分ローレライの方が好きですし、まあもうちょい友情だけじゃなくて殴りの部分も強かったりとか、ちゃんと友情が活かせないステージでも使えるキャラの方がいいっていう方はウォッカを好きになるのかなと思います。なので人の好みによってね、だいぶそこは変わってくるんじゃないのかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあアタッカーとしてのね能力がどこまで上がるかはわからないんですけど、まあ本当に最低限、まあローレライが苦手な木属性ではこのウォッカーがね有利属性で猛威を震えるので、まあそこでの需要っていうのは確実に確保できるんじゃないのかなと思ってます。まああとは本当に攻撃力がどれだけ上がるか、アタッカーとしての能力がどれだけ高いかっていうところでね、また評価は大きく変わってくるんじゃないのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、黒みつばでした。